シルベスター・リーバイはハンガリーの作曲家である。セルビアのスボティツァ生まれ。作家であるハンガリー人の父と音楽教師であるハンガリー人の母の間に生まれる。8歳の時からミュージカル曲の修作を始める。15歳の時最初に作った楽曲がコンテストで優勝。1972年ミュンヘンに移住。 すでに多くの演劇作品で成功を収めていたミハイル・クンツェと出会う。以降、彼と組み、1977年から1980年の間、エルトン・ジョン、シルバー・コンベンションなどへの楽曲提供やプロデュースを行う。1980年から2000年まで、ハリウッドに住み映画音楽の作曲を始める。マイケル・ダグラス、チャーリー・シーン、ジョージ・ルーカスラ、 様々なハリウッドスターたちと仕事をする。数々の映画、ドラマ楽曲の中でも、アイバン・パサー監督による1985年公開の映画、クリエイターのサウンドトラックがリーバイの代表作となる。また、リーバイが作曲したメインテーマを含む1980年代にアメリカで放送されたテレビドラマ、超音速攻撃ヘリアーウルフの2枚組。 サウンドトラック CD はイーバで981ドルという最も高値がついたドラマサウンドトラック CD として知られている。アメリカレコード芸術家協会と米国 TV 芸術科学アカデミーの会員としてカリフォルニア大学ロサンゼルス校や南カリフォルニア大学で映画音楽作曲の講義を行ったこともある。 1990年からミュージカル楽曲を手掛け始め、群生と共に様々なミュージカルを世に送り出している。現在はシェーンブルン宮殿のアパートに宮殿の研究者である妻と共に住んでおり、2010年3月27日放送の美の巨人たちで世界遺産に住む居住者として取材を受けたことがある。以下、ミュージカル作品2010年版。 エリザベートのパンフレットより、hathttp:/www.skystage.net スラッシュチェックスラッシュ intex57.html ハット。浦井健主演で、王家の紋章がミュージカル舞台に、日刊スポーツ。2015年7月14日閲覧。ありがとうございます。